東京農業大学学生を代表し本学部に所属しております学生2名からですね、少し学生目線に立ちまして、ピーチ就航が農大生にもたらすこの役割といった視点でですね、お願いいたします。東京農業大学生物産業学部自然資源経営学科の山本圭介と申します。2年半前にオホーツクキャンパスでの新しい学びを展開するために、母親と関西空港から、新千歳空港へと飛び立ち、そしてそこで乗り換えて、女満別空港へ約4時間半ぐらいかけてやってきました。その時に、思ったことが、飛行機にあまり乗る機会がなかったので、乗り換えがあってとても疲れたなというのが正直な印象でした。そして、2年前のこの時期に初めての帰省をしようと思ったんですけども、その時に航空券を、探していました。その際、非常に高いなというのが学生目線での、率直な感想です。そして、その帰省を迎えた時に、地元の友達にやっぱりオホーツクの魅力っていうのをたくさん伝える機会がありました。僕は、写真を撮ることが趣味でして、雲海であったりとか、オホーツクの海であったり畑など、さまざまなその写真っていうのを友達に見せて、こういう感動ができるっていうのを伝えたかったんですけれども、やはり話であったりとか写真であったりっていうのは限界があるなと感じていました。それがこの関空と女満別が就航することによって、友達が来やすい環境が整うなと思いました。そして実際にもう7月の頭の方から友達が2名来まして、やっぱり生じゃないとわからんものがあるっていうふうに言っていました。そのコストと時間っていうのが両方抑えられるのが非常に魅力的だなと感じています。大阪から女満別へ帰ってくる際に、女満別空港を使わずに関西空港から釧路空港へピーチで飛びまして、釧網線という釧路から網走へ JR が走っているんですけれども、それを利用しても、コストが抑えられるという面で、学生目線に立った時にやはりコストっていうのは大きいのかな、時間をかけてもコストを抑えられることができたら嬉しいなと思っていました。それが今となっては関空女満別、飛ぶことによってコストと時間、先ほども言ったんですけれども抑えられるというのが夢じゃないのかなと思っています。学内に目を向けると、関西出身の学生っていうのは 5% ほどと言われています。かなり少なくて、今回の、関空女満別が就航することによって、近畿圏の高校生であったり中学生に農大を知ってもらえる、きっかけになれれば嬉しいなと考えています。僕は大阪府堺市出身です。ですので関西空港から、地元の駅までバスで、高速バスで1本という環境なので、ドアトゥードアで考えた時にも、約4時間かからずで帰れるので非常に魅力的だなと感じています。東京農業大学生物産業学部食工商科学科4年の大江里香です。私は22年卒の就職活動を無事に終えたんですが、実際に今回のピーチ就航によって、その交通の便が良くなり、就職活動の選択肢の幅が広がったように感じました。食工商科学科は食品、香料、化粧品に特化した専門性の高い学科ですので、先輩方は食品業界だったり化粧品業界、また化学メーカーに進まれる方が多いです。そのような業界はやはり関東関西に集中しておりますので、4年生の就職活動と研究室活動の両立が難しく感じていました。現在コロナ禍で Zoom を使ったオンライン説明会やオンライン面接が増えてきてはいるんですけど、まだまだ対面を重視した企業というものは数多くあります。最終面接まで行きますと、企業側から交通費の補助というものがあるんですが、それまではやはり自己負担になってしまいます。これは本当にどの地方大学も抱えている問題だとは思うんですけど、研究室との両立問題だけではなくて、交通費問題というのはエントリー数が増えれば増えるほど負担が大きくなってしまいます。この打開策になりましたのが本当に今回ピーチです。本来片道分の料金であったものが
ピーチだと往復できちゃいます。面接だけの予定なら荷物が少ないので本当にシンプルピーチを使って帰ることもできます。本当に学生でも気軽に飛行機が乗ることができて気軽に帰ることができるので研究室活動と就職活動が同時進行が本当に可能になりました。就職活動も研究室活動ももちろんアルバイトも何一つ妥協しなくていい環境になったんだなと感じました。後輩たちはこの機会を逃さずに北海道で学んだ専門性を生かして優良ホワイト企業をぜひ勝ち取ってもらいたいなと思います。かなり近くなったなと感じています。地元の友達ともやはり、距離感があったなと思っていたんですけれどもこの関空女満別の就航によって実際に友達も来ましたので、距離感というものは近くなったなと感じています。はい、ピーチと実際にやってみたいことで私は CA さんと商品開発がしたいなと思っております。私が所属している香りの科学研究室にありますその精油を使って直接マスクに吹きかけるマスクアロマの商品開発が私はしたいなって思ってます。その現在やっぱコロナ禍でその長時間のフライトでもマスクの着用が義務付けられていると思います。乗客はもちろんなんですけどその CA さんもすごく息苦しくて大変な思いをされていると思います。そこでですね私はマスクに実際に吹きかけて使用するマスクアロマで少しでもリフレッシュしてもらってストレスの軽減につながればいいなと思います。私の研究テーマでもありますエゾアカマツは、リラックス効果もございましてまた北斗、ハナマスなど北海道の特産品を使った精油がたくさんありますのでニーズに合わせた指向性の高い商品になると思います。大学選びの際に農業に関する仕事に就きたいなと考えるようになりました。その考えの理由となっているのは僕の幼少期に祖父母が行っていたレンタル農園での栽培であったり収穫そしてその利用者同士のたわいもない会話のコミュニティが非常に楽しいものだなと感じました。そしてその大学選びの際に楽しいを仕事にしたいなと思った際やはり農業を学びたいと思いました。そして大学選びをしている中でさまざまな大学のオープンキャンパスに行ったんですけれども農大のオホーツクというのは実際に本物の農業を学べる環境が整っているなと思いました。それは授業は当たり前のことなんですけれども農家アルバイトを通してアルバイトまでが学びの場所になっているということに関して非常に魅力を感じて網走に来ることを決めました。私は千葉から来たんですけど最初は化粧品開発に興味があってこの学科を知りました。高校生の時からその化学が得意科目であったこととちょうど化粧品に興味を持ち始めた時期でもあったのでそれを2つ同時に学べる学科ということでこの直行商学科に興味を持ちました。化粧品を使う美容専門学校などは関東にはたくさんあるんですがその化学を使って化粧品を開発するそういう勉強ができる学科はここにしかなかったので北海道に飛ぶことを決意しました。僕は流通マーケティングであったり、企業経営研究に特化した学科にいてるんですけれどもその海洋水産学科と学びをコラボして分離融合型の学びを現在展開しています。現在私の研究しているものを紹介しながら海洋水産学科の説明をさせていただきたいと思います。流通マーケティングに特化した企業経営研究を行う自然資源経営学科とホーツク海の生態の研究を行う海洋水産学科とコラボレーションして網走の観光について研究しています。まず網走っていうのは世界遺産の知床へ行くための玄関口とよく表現されます。しかしもちろん網走への観光を目的にされている方もいます。網走を目的にしてもらう観光をより多くの人にしてもらうために網走の道の駅から出ているネイチャークルーズ船というのがあるんですけれども
それはオホーツク海のクジラであったりイルカっていうのも観測することができます。しかしただ見て終わるものではなくて、海洋水産学科の先生が一緒にその船に乗ることによってクジラの生態であったりイルカの特徴であったりという学びのあるクルーズ船体験というのを展開しようとしています。そしてそれを自然資源経営学科が満足度評価であったり、コロナ収束後のポストコロナの網走の新しい観光形態を提案するという面で研究を進めています。このように分離融合型の学びを展開できるというのも農大オホーツクの一つの魅力であるかなと思います。はい、農業アルバイトについてなんですけれども、やはり、農大で学んだことを再確認できる場ではないかなと考えています。また新たな学びがあるというのも一つ特徴かなと思います。新たな学びというのは、農家さんは日々、作業されていて、その中で新しい問題であったり課題に直面すると思います。そのような、課題であったり問題を第一線で働くことによってタイムリーに情報を得ることができる、そのようなことが非常に農家アルバイトで学ぶことができた点かなと思います。ホタテバイトなんですが、はじめは小指の爪ぐらいの大きさのホタテを最終的には手のひらサイズまで育てていきます。私は3年間ホタテバイトを経験して、そのうちの2年間はリーダー職となって先頭に立って働いていました。1年生の時に初めてホタテバイトに行ったんですけど、学生たちが集まってみんなで長靴を履いて、みんなで同じカッパを着て、みんなで日の出を見ながら仕事をした、この新鮮さに今でも驚いたことを覚えています。まず1年目はもう本当についていくことに必死で、全然動けなかったし全然働けませんでした。まあ、その中でそのリーダー職についていた女の先輩がいたんですけど、40人を引っ張って走り回ってる姿を見て、私は本当にかっこいいなと思って、私もそうなりたいなと思いました。そこでその2年目に仕事を覚えるだけではなくて、別の規模の小さい10人ほどのホタテバイトに行き、そのリーダーを務めました。そこでその後3年目にですね、当初の目標でもありました40人を引っ張るリーダーとなりました。私はまたそこでその人手不足の問題をすごく強く感じたので、より良い環境にするために施策を考えました。まず人によって時間帯や文書、連絡方法などでアポの取り方を工夫して効率よく人集めをすること、自分自身が真剣に働いて部下に示し信頼を獲得すること、時給交渉や時間帯の融通をお願いしてより現場環境を良くすること、また将来を見据えできるだけ若い人材を確保すること、まあ、この施策のおかげで安定したその人材確保を可能にしました。私は本当にこの経験はとても大変だったんですが、就職活動では問題解決能力と表現して私の強みであったり私の武器となったなと感じてます。ホタテバイトは私のリーダーシップ像の確立につながり、北海道でしかできないかけがえのない経験になりました。そうですね、私はまず一番最初にこの学校に来た時に、先ほども言ったんですけど、そのホタテバイトだってその一次産業に触れれるというところがすごく私は利点だなって思っていて、そこの初めて東京にいたら絶対にできなかったことなんですけど、初めてこっちに来て一次産業を体験することができるということはまず私は利点だと思います。あとはその学校のその勉強面ですと、私の学科なんですが、その化粧品だったり香料だったりその食品、その実際に化粧水を作って自分で確かめてみたり、そういう実践的な実験ができるってことは、本当にこういうコスメが好きな女の子とか男の子だったらもうすごく楽しい学校なんじゃないかなって私は思います。網走の、良いところという面で、日常風景が非常に、刺激を受ける、五感で体験できる自然の、雄大さかなと感じています。実際に、大阪から友達が2名来た時にも、こんないい場所でバイトしてるんかというふうに、補助の畑の前で言ってもらったりとか、砂浜で焚き火をしたんですけれども、その焚き火をしながら、
星を見て、こんないい場所で育ってたらそれは就職にも強いよねっていうふうに言っていただきました。そのように自然と共生しながら生きることができる、学ぶことができる、それが網走の特徴であって、非常に僕の中で網走の大好きなポイントとなっています。以上です。